ご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっとワンフェスに戻ります。ワンダーフェスティバル2024夏の、マギアーツさんの東方プロジェクトフィギュアまとめになります。よかったら見ていってください。はい、ということで東方プロジェクト全然詳しくない私ではございますが、とても気になるシリーズでしたので今回投稿させていただきました。キャラごとの説明とかは全くできませんので、そこはご了承ください。で、今回のメーカー、マギアーツさん自体も全然詳しくないんですけどね、海外かつまだ多分新しめのメーカーさんだと思います。てかフィギュアも最近2体発売とかそれくらいしかないですかね。まだ多分かなり少ないと思います。で、ほとんどがイラストレーターさん系のフィギュアですかね。でも本当有名どころ、DS マイルさん、R18 ですがメイメイとか有名ですよね。その絵師様のフィギュアとか、で、あと最近フィギュア化されまくっているソフィア F シャーリングなんかも出されるみたいですね。シスターバージョンのやつです。ですのですごい注目もされているメーカーさんだと思うんですが、品質とか、どんな感じですかね。で、そんな絵師様系フィギュア以外にも実はもっと有名じゃないかっていうフィギュアを発売されてまして、それが遊戯王なんですよね。ブラックマジシャンガールを発売されてます。でもそれも原作ですとかアニメとかではなく、おそらくイラストレーターさんの描かれたブラックマジシャンガールのフィギュア化だと思います。で、それが日本未発売なんですよね。でも人気出たと思いますが、シリーズ化してるみたいでして、確かワンフェス冬ではブラックマジシャンの展示で、しかも空張りとかで3体くらいあったと思います。で、先日のワンフェス夏では闇遊戯が展示されてたんですよね。で、特に説明とかはなかったんですが、遊戯王シリーズはどれも日本では販売がないんじゃないかなと思います。ブラックマジシャンガールが展示されていた時は日本販売はありませんって載ってたんですけどね、今回は何も書いてませんでした。で、ただどれもやっぱり絵師様のイラストのフィギュアかのようで、劇中とかではなく結構アレンジが効いた感じにはなってますので、好みとかはあると思うんですけどね。でも個人的にはとてもかっこよく見えてそそられるフィギュアでした。で、その3体っていうのは多分同じ絵師様のイラストのフィギュア化だと思うんですよ。読み方全くわからないんですが、中国の方で液田源さん読み方わかる方いらっしゃいましたらぜひ教えていただきたいです。はい。で、そんな感じで、なんで関係ない話ばっかりしてるんだよってなるかもしれないんですが、すいません。今回の東方フィギュアっていうのもその絵師様のイラストのフィギュア化っぽいんですよね。マギアーツさんの遊戯王シリーズと同じ絵師様の東方フィギュアシリーズになると思います。なのでその方のフィギュア化がめちゃくちゃ多いんですよね。で、今回の東方フィギュアっていうのが4体展示と1体告知で、現状5体は決まってるみたいなんですよね。で、予約開始になっているのはいざよい昨夜のみなんですが、調べるとちょうどホビーストックさんだけでは博麗霊夢の予約も始まったみたいなので、この動画を投稿するタイミングくらいでは、いろんなお店で博麗霊夢予約始まってるのかもしれないです。で、もう2体今回あります西行寺ゆゆ子と米寺こけしはまだなので、多分予約開始は少し先なんじゃないかなと思います。で、米寺悟りが今回は告知のみっていう以上の5体となってるみたいです。で、ほんと近年東方フィギュアっていうのがまたすごい増えている印象なんですが、どうですかね、皆様はどう感じてますでしょうか。なんか国内外多い印象なんですよね。で、私も最近だとアルターさんのレミリア開封動画なんか投稿しまして、8分の1スケールながらすっごい繊細な造形で、とってもお気に入りのフィギュアなんですが、今回のマギアーツさんはですね、どれも6分の1スケールなんですよ。で、このスケールっていうのも
案外曖昧で、まあ、例えば7分の1スケールといってもちょっと大きめに感じたりで、まあ、小さく感じたりっていうのもありますよね。で今回のマギアーツさんのシリーズも6分の1スケールかちょっと大きめかなくらいでしか考えてなかったんですが、いや実物見て結構驚きましたね。でかっていう印象でした。でまあ台座も結構豪華っていうのもあると思うんですが、まあ、予約が始まった2体の詳細なんか見てみると、ハクレイレイムが約30センチくらいで、イサヨイサクヤなんかは腕を上げているっていうのもあって約32センチもあるそうです。で西行寺優子なんかもっと大きく感じましたからね。このシリーズ迫力がすごかったです。でまあお値段も2万5000円前後くらいかと思いますので、いやこのボリュームでそれくらいならもうほんと全然いいなっていう印象でした。でしかも、まあ、現状予約が始まっている2体って通常版と豪華版があるんですよ。でイサヨイサクヤなんかはプラス1500円くらいの豪華版で、まあ、追加フェイスパーツが1つつくみたいですかね。であとなんかグッズもつくみたいでした。でハクレイレイムなんかは、まあ、同じくプラス1500円くらいなんですが、豪華版だと、フェイスがもともと追加で1つあるに加えてさらに3つで、両手も差し替えパーツがつくみたいです。あとタペストリーとか、まあ、グッズもつくみたいでした。結構すごい差ですよね。まあ、映像でもちょっと映ってると思いますが、得点の差すさまじかったです。で残る2体なんかも差し替えフェイスなんか一緒に置かれてましたので、それがまあ通常豪華版とかの差になるんじゃないですかね。まあ、とにかくこのシリーズは毎回通常版と豪華版の2種類で発売になるんじゃないかなと思います。でデコマス自体見ての通りめちゃくちゃよくできてる印象で、もう普通に欲しくなるんですが、製品はまだすごい少ないのでどうなんですかね。まあでも日本未発売ですが、結構皆さんブラックマジシャンガールを購入されてるみたいでして、軒並み高評価だったと思うんですよね。ですのでこのシリーズも製品自体の品質っていうのも全然期待できるんじゃないかなと思ってます。高クオリティでボリュームあって付属品も充実で、それが2万5000円くらいってなると、いやなかなか熱いメーカーさんなんじゃないかなと思います。で私も東宝自体全然詳しくないので、世界観とか、まあ、キャラの特徴とかイメージあると思いますし、あとはやっぱりイラストの好みとかもあると思いますが、いやフィギュア自体はすごくかっこかわいくてとても気になるシリーズでした。で現状ですね、この中の1体イザヨイサクヤがですね、秋葉原の路上前に展示されてるんですよね。ベルサールの近くのコミックジンさん、なんかアミアミさんのショーケースが置かれてるんですけど、そこに今だと展示されてるんですよ。まあ、いつまであるかわからないんですが、もし通りかかるっていう方はぜひ見てみてください。すごい迫力のあるフィギュアだと思います。はい。で今回のフィギュアシリーズもですね、まだ現状2体でもこれから続々と予約始まるかと思いますので、気になりましたらぜひチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回はマギアーツさんで東宝プロジェクトフィギュアシリーズの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。